今日の1問1答ですね保険医療サービス分野介護技術という単元になります次の記述は正しいか誤りか答えを問題技師は最低1日1回研磨剤入りの歯磨き剤を使って丁寧に磨くことが推奨される技師は最低1日1回研磨剤入りの歯磨き剤を使って丁寧に磨くことが推奨されるというふうにありますがこれは誤りになります 研磨剤入りのの歯磨き粉っていうのはこれ NG ですねこの技師といいううのが傷ついてしまうわけなんですね研磨剤入りのものだとですねそうすると傷がつくとそこに雑菌なんかが繁殖しやすくなりますから、まあ、雑菌が繁殖すると誤え性肺炎なんかの感染症リスクっていうのが高まりますよねですのでこれは NG ということになっておりますでちなみに技師のですねほかの出題ポイントどんなものがあるかっていうとですねまず1つは 熱湯消毒はしないっていうのがありますねまあ、時折熱湯で消毒するみたいな感じの問題が出てくることがあるわけですがまあ、熱湯だとですね変形することがあるわけですねですので熱湯というのはダメであるということですねでそれからもう一点はあのブラシですけどね、えー、私たちは普段歯ブラシっていうのを使うかと思うんですけどこの歯ブラシ普通の歯ブラシと義歯用のブラシっていうのはちょっと違うんですよね 普通の歯ブラシに比べて少し固めになっているんですね。で、義歯ブラシという専用ブラシがありますから、まあ、そういう専用ブラシを用いることがまあ、望ましいというふうにされているわけですね。で、それからもう一点言うとですね、えー、これは相義師になりますけど、相義師っていうのはですね、まあ、上と下とあるわけですけど、上の方が若干大きいわけですね。まあ、これはこの歯の噛み合わせを考えてもらったらわかりますが、 まあ上の歯が下の歯をこうに重なり合いますよねですから上の方が若干大きいわけですね。ですので入れる時っていうのは大きいものを先に入れた方がいいですね。小さいものを先に入れて後から大きいものを入れるっていうのは小さいものでこの使えてしまいますからですのであのその使いというのは少ない方がいいわけですから先に大きい歯を入れてその後で小さいのを入れる。つまりは先に上の歯を入れてですね その後で下の歯を入れるるということをすすわけですねで出す場合というのは、まあ、大きいものを出す方がスペースあった方がいいわけですから小さいのを先に出してあとから大きいのを出した方がいいですよね。ですので、まあ、つまりは下のの歯歯をを先に出出して上のを後から出すっていうことをすするわけですね、まあ、この辺も、まあ、技師関連の問題では、まあ、出題のポイントになってきますので合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで今日の問題ですが。 歯は最低1日1回研磨剤入りの歯磨き剤を使って丁寧に磨くことが推奨されるというふうにありますがここれは誤りりとということになります今日の一問一答の解説は以上です。